はい、川崎忍者250スペシャルエディションのご紹介でございます。なんとかエディションって多いですよね。はい、川崎さんも、川崎さんはなんとかエディションが多くて、鈴木はなんとかリミテッドが多い気がしますね。はい、まあ、だから何って話なんですけども、ただそんな感じはしますということなんですけども、忍者です。で、忍者っていうのはですね、まあ、どういうオートバイかというとですね、まあ、おそらくですね、今後10年、の中でですね、まあ、オートバイ史を振り返るにあたって、オートバイというですね、時代の一つ、歴史の中でですね、一つの時代を作った車両だということがですね、言えてくるんじゃないかなというふうに思います。かつてですね、こういうフルカウルの、フルカウルというのはまあこういうやつですね、オートバイというのはですね、全くと言っていいほど売れなくなってしまった時がありました。はい、でその時にもうね、フルカウル終わったなと、かつては全盛だったのに終わっちゃったなという時代があったんですけども、でその時はビッグスクーター全盛、その後ちょい後にアメリカンバイク全盛ということで、ネイキッドが来たりとか、なかなかフルカウルの時代は来なかったんですね。でその中でこの忍者というオートバイがですね、流星のごとく、いや、まるで忍びのごとく颯爽と現れてですね、世の中にの若者に大ヒットを放ったというですね、そうした経緯があります。で僕がですね、この忍者というオートバイからですね、のヒットから読み取ったことっていうのはもう一つだけです。バイクというのはかっこよければそれでいいのだということです。はい、もちろんですね、性能やですね、まあ価格をですね、重視する声もあるんですけども、はっきり言ってね、価格あんま気にしてないんじゃないかなっていうふうに思います。かっこよさがある一定以上になると、いくらでも金出すっていう人がですね、いるっていうのがすごいなと思いますね。でしかもそこに対しての執着というか愛情に関してはですね、とてもこう深いものがあると。そこから なぜそういうふうになるかというとですね、まあ、これがベーシックな基本カラーですけども、忍者のカラーパターンって非常に多いんですね。でその中にはごく限定的なターゲットを狙っているようなですね、白とピンクみたいなやつもあるんですよ。で多分ね、それは女性層を狙ってですね、こうリリースされたと思うんですけども、大体そういうのに群がってくるのはですね、おじさんですね。はい、おじさんはピンクが着たいとかあるんですよ。おじさんは可愛くなりたいんですね。はい、というので、まあピンクはおじさんに売れたんじゃないかなというふうな予想があるんですけども、ライムグリーンの忍者、はい、で川崎といえばライムグリーンなんですけども、まあ、あんまりバイクを知らない人にとって、正直この色っていうのはですね、あんまりこうかっこよく見えない、はい、というですね、歴史がありましたし、今でもね、緑が欲しいっていうふうに最初から思ってバイク探している、バイクこれから乗ろうっていう人ってかなり少ないんじゃないかなと。黒か白、青、赤、うん、この辺です。このライムグリーン、黄緑がいいっていう人は相当選ばれた精鋭だけがですね、この色を選択すると。それにもかかわらず川崎さんはですね、自信を持って各ラインナップこういうライムグリーンをドーンと出してくるわけですね。でそれ以外のカラーバリエーションがあっても、1枚塗料をですね、ペロッてめくるとですね、削ると中からライムグリーンが現れるという、ライムグリーンが大好きで大好きでしょうがないブランドです。はい、そんな川崎さんが出したこのライムグリーンのストライプカラーパターン、はい、まあ、個人的には僕全然かっこいいと思うんですけど、それに合わせてですね、生まれたこのナイフ、じゃん、たまに出してますけども、はい、これがですね、このナイフがなんとこのライムグリーンのカラーバリエーションにですね、このカラーパターンに合わせてこう作られた、この川崎モデルのガーバーのナイフがですね、今トルーパーズで販売されております。で今一個だけ嘘ついたんですけども、これは川崎モデル、川崎忍者とは全く関係がないんですね。フリースケープというシリーズです。はい、他にもあるんですけども、本当ね、柄にしてもね、シースにしてもびっくりするぐらい、合う、マッチするんですね。これ非常にこう合う。ね、キャンプツーリングに行くんだったら、こいつでキャンプツーリング行くんだったら、絶対ガーバーのフリースケープシリーズね。これフォールディングナイフのシースですけども、
ね、ここリフレクター素材になってますし、これはいいでしょう。これね、こういうスマホナビのスマホのステーをつけてですね、スマホのステーにこれをつけちゃう。スマホがついてるかと思いきや、いやこれ俺スマホなんて運転しながら見ねえし、老眼だから、これナイフですよ。プリスケープフォルディングナイフでございます。はい、っていうのがですね、面白いんで持ってきました。はい、僕ね、これ、非常にこう好きで、これ食べ物用なんですけども、包丁タイプもあるんですけども、非常にこう使いやすいナイフですね。はい、まあ、これはいいとして、はい、こういうのは捨て間って言わないんですよ。諸刃です。はい、捨て間っていうのはそれについては触れない。例えばね、この帽子とか眼鏡とかね、ジャケットとかをもしね、宣伝要件として受けたまっていた場合、それを言わないでこうさりげなく着てる、これがステマなんです。これいいよ、トルパーズで買うといいよ、正規品だよ、でこれはステマじゃなくてモロマです。わかりますか、パンチラじゃなくてパンモロなんですよ。その違い、チラリズムではなく、チラリズムっていうのは偶然ちょっと見ちゃおっていう、堂々と見る、モロに見るっていうのは自分でこうめくっちゃうって逮捕されるというわけです。はい、まあ、いいや、くだらない話が伸びます、すみません、エンジンかけますね。はい、走行距離は1万625キロ、非常に少ない。もちろん FI 車で高年式のものなので、安らかにしてほしいです。で、こういうね、あんまこう火の打ち所が特にないバイクっていうのは、説明がですね単調になっちゃうんですね。はい、まあ、ちょっと傷とかあるからそれだけ一周見ましょうか。はい、よいしょ。はい、じゃあちょっと一周してください。はい、ここにこれなんか何かをこっちに倒したっぽい傷がありますね。はい、はい、でシートにちょっと切れ、ちょっとだけ切れがありますね。はい、はい、まあこれまあちょこっと張りですね。はい、こっちはこれはまあこれは立ちこけでしょうね。あります、傷ありますね。はい、というような仕様です。はい、あまり僕こういうの気にするたちじゃないんですけども、綺麗な高年式車っていうのはやっぱこういうの言わなきゃいけないので、お話をさせて、いただきました。はい、というわけで、もちろん東方での納車に関してはですね、もうここから行ってらっしゃいの価格です。ナンバー、お猫、お、びっくりした、漫画のあれみたい、高野池なんとかさんでしたっけ。納車整備とですね、テスト走行と自賠責、ナンバー取得、名義変更、こうしたことを全部済ました上で、納車とさせていただいております。はい、というわけで、冬場で、非常にですね、バイクシーズンではあるんですけども、はい、あと納車に関してなんですけども、まあ、ちょっと雪深い等の場合はこちらで行くことができません。なのでこのシーズンはですね、業者さん配送の方を頼んでおります。時間かかっても別にいいということでありましたらですね、私が運ぶようになるんですけども、その場合だとまた来年になっちゃったり、春頃になっちゃったりしますので、特別要望がない場合はですね、業者さん配送にさせていただいております。はい、はい、というわけで、忍者ですね、250スペシャルエディションで、ございます。はい、大阪市の方いらっしゃいましたら、この機会にどうぞよろしくお願いいたします。